はい、どうも、太田です。今回はスニーカーなんですが、こちらは弟のスニーカーになります。僕は開封だけさせてくれということで、ちょっと借りてきました。では、開けていきますが、今回の靴っていうのが、ナイキ ID です。ナイキ ID っていうのは、靴の色とかね、自分で好きなものに変えられたりします。生地も変えられる靴もあるんですが、今回は色だけを自分で好きなものに変えたということなんですが、すごくシンプルなものにしたって言ってました。では開けていきましょう。あら、めちゃくちゃシンプル。こちらの靴、フリーラン2018ですね。ランニングシューズです。軽い。お、すっごいデザイン。すごいシンプルですね。まあ、弟も白ベース、できれば真っ白がいいっていう人なので、こういうシンプルなものにしたみたいですが、これはもう特徴的なこのデザインで、しかもすごく軽い。ここのメッシュがすごいね。ちょっと試着させてもらおうかな。履いてきました。これすごい。ちょっとびっくりしました。バッシュばっかり履いてるので、こんなにフィットする靴というか、素足なのかなって感じるぐらい軽い靴。ちょっとびっくり。フリーラン2018。こんな靴があるんだ、ナイキ。ナイキといえばもう、なんていうのかな。エアーとかね、そういうイメージありますけど、そういうね、印象は強いですけど、これはそのクッション性がすごく高い。アスファルトの上を走る時ってすごく膝とかね、足首に負担かかると思うんですけど、これすごいクッションいいから、クッション性高いから、多分疲れないかもしれない。痛みを感じにくいかもしれないです。なんだろうこれ。今押した感じでもうこの柔らかいのがすごく伝わると思うんですけど、この六角形のデザインがいいのかな。六角形の中にこのなんかテトラポットみたいなこのね、へこみがありますけど、これがうまくこうへこんでくれる感じなのかな。ただ激しいスポーツというか、なんだろうな、やっぱりこれランニングには適してるけど、サッカーは絶対ダメ。絶対ここ穴開く。指の形で、親指とかこういう感じなので、生地もね、わかるかな。こういう感じです。なので、サッカーはダメで、バスケも多分中で足が横の動きにはこれ多分弱い気もします。横の動きには弱いけど、このクッション性、やっぱりジョギングのこの動きにはすごくね、強いというか、足をうまくサポートしてくれる靴のような気がします。 ID なので、自分の好きな色に、本当に派手な色にもできるし、本当に真っ白に。このナイキのこれも、ま、白にできるんじゃないのかな、できないのかな、分かんないけど、好きな色にできるんじゃないかなと思います。少しだけ履いてみただけですけど、おすすめです。疲れない。僕、疲れない靴としてニューバランスが僕の中でもうピラミッドの頂点だったんですけど、これを知ってしまったので、もしね、次室内履きで一つ買うんだったら、これ選ぶかもしれない。で、ジョギング用で今履いてる靴が、終わったらこれにするかもしれない。すごくいい。通気性も抜群ですね。久しぶりになんかちょっとハッとするような商品に出会ったかなっていう感じです。まあ、いろんな色に、カラフルな色にしたりして、楽しんでみるのがいいかなと思います。ということで、今回はナイキフリーラン 2018ID を紹介しました。ではまた次の動画で。さよなら。